はい、皆さんこんにちは、のです。今回ですね、SDBH7 段の排出結果の方をやっていきたいと思います。で今回なんですけど、ご紹介する配列の方がですね、ちょっとこれしかなくて、初日に本当は、いつもみたいに排出したカード全てをですねご紹介させていただきたかったんですが、ちょっと、わけあってね、今回は、2日目の、ブロリーダークとかのね、排出のみの、ご紹介とさせていただきます。まずは左からですね。でこれ初めから言っておくと、3枚先に、こちらの、ケフラがですね、もう3グレで出ちゃったので、正直ケフラの前の、カードがないので、そこだけちょっと参考にならないんですけど、ケフラの後からですね、シュンシュン、クリリン、孫悟飯青年期のレア、ボタモ、エスタールベジータ、ミスターサタンで、パラガスの、レア、ヤムチャで、ミラのキャンペーン、トランクスゼノ、孫悟天、レアのヒット、孫悟飯ゼノ、キャベのレアで、孫悟天ゼノのノーマルで、ハルハル、 SR グレイビー、マジングレイビーですね今ので、フロスト、悟空 GT のレア、アンゴル、トランクス幼年期、ベジータゼノのレア、孫悟空、モア、ザマス合体の、こちらが BCP というやつですね。はい、今回 CP が3種類あるんですけど、一応 CP はランダムというか普通に、出てきてくれますね。で天津飯、ピッコロ、バイオブロリーのレア、亀仙人、ピッコロ18号のレア、ピッコロ、ピッコロ率高いで、17号のレア、シュンシュンときて、身勝手の悟空、引き出しの悟空です。はい、こちらは配列表通りにこの悟空が出てきてくれたんですけど、今回ですね、UR とシークレットがたまにその、入れ替わるというか、他の UR とかシークレットが出ることがあって、でそれで昨日ね、バーダックの4が、ブロリーダークのところ、変わって、出ちゃったっていうか身勝手の悟空の悟空、ゲットです。はい、そして右側のシリンダーです。ミスターサタンで、これパック頭からじゃないんですよね。途中から確かこのサタンが、8番目ぐらい、最初の8番目なので、最初の頭だけちょっと抜かれてるっていう状態です。で悟空少年期のレアで申し上げます。バイオブロリーのレア、ピッコロ、キャベのレアで、トランクス幼年期、シュンシュン、悟空ゼノの、これが、ただのキャンペーンです。で、クリリン、ゴテン、ご飯のレア、ゴテンゼノ、ベジータゼノのレア、ご飯 GT で、ゴテン GT で、マジントアの SR、 フロスト、パラガスのレア、マゲッタ、17号のレア、ボタモで、また BCP の、今度はボージャックです。で、亀仙人、クリリン、ベジータのレア、孫悟空、クリリン、ゴテンクスゼノの SR、 天津飯、トランクスゼノ、バーダックのレア、ヤムチャーでモアときて、暗黒仮面王です。はい、これなんですけど、本当はこの暗黒仮面王の、UR のところがパラガスゼノ、だったんですよね。ちょっと今回ね、やっぱ UR とシークレット狙うのが難しい、そんな感じの印象ですね。はい、続いて、ごはん GT、ごはん少年期、悟空 GT のレア、ピッコロ、ヒットのレア、ごはんゼノで、ベジータの SCP ですね。でピッコロ、ごはん少、青年期のレア、悟空、ご飯青年期、カリフラの SR で、クリリン、パラガス、レアで、魔人ブーゼンと来て、ここでブロリーダークのシークレット、こちら排出できました。でこのブロリーダークもね、実はその途中から変わったんですよ。こっから違うんですよね。このカリフラの SR までは、途中ね合ってたんですけど、その後のクリリン、パラガスレア、ブーのゼン、
これが本来だったら別のカードなんですけど、なぜかこの3枚が出てきて、でまたねシークレット違うの出るのかなと思ったら、ブロリーダークが、無事に、ゲットすることができました。まあシークレットの前だけちょっと入れ替わるようになってるのか、なんか、まあ、とりあえず今回ブロリー出すのがなんか難しいっていうか、印象的にバーダクとケフラよりもブロリーの方がなんか出づらい、イメージがあります。はい、ということで今回はですね、こちらの4枚をゲットすることができました。皆さんも SDBH7 段の連呼の方をね頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。